リクルートケースの第2弾ということで、次は、中学生以上のコースで、開催します。チャンネルとりあえずちょっと普通のリクルートケースっていう形にちょっとニュアンスを変えて、僕から発信だけじゃなくて皆さんから発信してもらって、こういうところ悩みなんですとか、こうしたとなんですっていうので、課題キープスタイルの方がいいのかなっていう、人数的にはそれが可能な人数なんで、そういう形でしようかなと思ってるんで、何かあったら全然どんどん聞いてください。でアップも5本だけ音質やってもらえます。はい、ちょっとあの心にはハーハーするぐらいの感じで、ね、ドリルする前に自分がアップで絶対にやってるお尻刺激するやつで、多分ジョークさんとかもやってたから分かる人もいると思うんですけど、やっぱり自分が大事だと思うのでまた一個教えたいと思います。まず片足を上げて、上げれるところまで上げて、で逆の手を上に上げる、でそしたら支えてる足のお尻に多分緊張があると思う。で、来てると思ったら、その膝を1センチぐらい、で、これで、ちゃんと支えてる方のお尻に当たったら、正解。で、これをまた左右30回ずつ、やって、ちょっとお尻にじわじわ来るまで、やりたいと思います。下がってこないように、上の方で。で次はポジションチェックの確認なんですけど、まず足の上にちゃんと腰が乗ってる感じを作って、で腰の上に次肩で、肩の上に頭っていうのをイメージして、それが自分のポジションと思って、なので上からこう強く押されてもなんかビニャってならないポジションを自分でまず作って、この場でジャンプしてください。こうやってテレビになってもらって、後ろの人がジャンプのタイミングで下に押してあげる。で、僕が両切り台に行くやつかっていうのをちょっと皆さんにやってもらって、これがもう良くなってきた。ちょっと物上げばっかりな感じで、これができるところ、ドアスキップなんですけど、何がポイントなのかっていうと、さっき言ったんですけど、姿勢、やっぱ姿勢がやっぱ大事なんですよ。こういう時に、こういう腰が抜けないとかいう、こういうのをよくね、ダメな姿勢、足を上げようとするあまりにもこういうふうな腰が曲がるような動きは、こういうリラックスした状態からこれで十分です。プラスアルファで意識してほしいのが、地面を押すタイミング、このここ、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 ここと
足を引き上げるタイミングと地面を絶対に合わせて、強調する時も意識の中で強調するだけじゃなくて、動きながら強調する、動きながら強調してしまうと力んでしまうと、さっきの言った時基本的にはニュートラル、楽ない時でやるのが大事。要はさっき方向表の姿勢を作ったんですけど、それが今回だけです。違います。で、それ動きながらやる。ポンポン。この姿勢の時にちょっと一旦だと意識するやつ。普段のこのリラックスした状態に、ここだけ、ここだけ意識。ポンポンポン。で、じゃあ次、もう一個だけやります。さっきも言ったんですけど、僕がよくやってたのは、スキックともも上げって話したんですけど、もも上げって言ったんですよ。で、もも上げって言ったんですよ。たぶん、すごい声で、絶対、やったことある、もも上げ。誰でもやったことあるんですけど、やったことある、誰でもやったことがあるって意味によって、なんでやるかっていうか、そういうのって大事ってことなんですよ。じゃあ、なんで大事かっていうのは、結構意外とみんな、ただやってるだけっていうことがあるので、僕が意識してたことを伝えます。基本は一緒です。今はただリズムアクセントをつけて意識しやすいためにこのスキップでやりますけど、このお尻でしっかり地面を押すっていうポジションを作るっていうのをスキップやると意識しやすい。今の感覚でともも上げをしてもらいます。よくもも上げとかこういうドリルやらしても反るなとか前かがみになるなとか言うけど、実際じゃあそうやったとしても来てるかどうかって分かんないじゃないですか。このポジション動画とか確認しても全然反ってないし、黒字にもなってないんですけど、でもこの人何言ってんだろうなと押しに行くとか分かんなくない。だったらそんなの形を無視して、お尻に来させるイメージを持ってあげた方がいいんじゃないかな。そしたら形も結局は綺麗になる。今やってもらうのは、もう、そのポジションを作るっていうのが、そこに引かしてあげて、勝手にポジションが形として出来上がってしまうっていうことを皆さんにやってます。まあ、補足で言いますけど、例えば足が入ると全員同じフォームじゃないですか。それはみんな分かってる。ただみたいなフォームにいれば、綺麗、縦みたいなフォーム。でも、結果としては速いと思います。形は正直、まあ、ある程度のフォームはあるんですけど、やっぱ個性というのがあるので、自分の感覚を大事にしてます。まあ、自分の感覚に対してすごい鋭くなってほしいなと思って、まずは形を二の次にして、まずは感覚を重視します。なんでその意識を持ったのが次の動きにちょっとトライしてください。今十三が言ったこと全部含めた後の、尻を使うもも上げ、尻って多分もも上げの延長線からなる動きなので、まあ、それをやっていく練習のリズムがよくやるのはマックスを行ってて、まあ、マックスをやる理由としては足が後ろに流れないんですよ。ちゃんとマークがあるからちゃんと超えていくっていう練習、まあ、その超えていく上でさっき潤さんが言ったようにお尻に当てていくとかポジションがしっかりなってないといけないっていうのをやっていきたいので、まずはマックスをやっていきたいと思います。まず次回ちょっと日本やるので、まあ、意識としては後ろの人に足裏が見えないようなイメージ、これったら常に毒が出るんで、うまくついたらもうすぐ上がってくるようなイメージ。さっき龍さんが言った時にまたプラスアルファから加えてやってもらえたらいいかなと思います。
多分意識しすぎるところが多くなって、次はなんか体が反ってしまったり足だけでこうやったりしてしまう方も出たので、やっぱ最初に教えたそのポジションチェックの位置を忘れずに、その場でちょっとこうやりながらそのままそれ流れで入っていってもいいかなと思うので、それお願いします。じゃあこの次はラストマックスの間でやるんですけど、次は今ちょっとゆっくりめだったんで、もうちょっと走りのイメージでだんだん早くマークをして、マークを踏んでいくようにやってほしいんですけど、まあ早くするって言ったら多分誰でもこうやってできるので、膝下の動きっていうのではなく、ちゃんとさっきの姿勢のまま早くするっていうイメージを持ってやっていってほしいです。マークを置いてるっていう、もう一回寄せる、足が流れないこと、やっぱり膝を高く上げる、お尻を使って膝を高く上げて、やっぱまだなんかこういう動きの人がいるので、ではなくちゃんと腿上げのこうやった通りの動きのまま行ってほしいので、それをもう一回意識しておいて、次もう一回ラスト1本で、まあ、最後やっぱ意識することはちゃんと尻から動かすっていうか、まあ、最初の姿勢を忘れずにもう1本、まあ、できるだけ速い動きをして、まあ、そのまま走っていいくらいの状態でマックスをしてもらいたいです。足にちゃんと体重を乗っけて、多分人それぞれこの足を引き上げるで、これでスタートする人もいると思うんですけど、この足が出てくる理由ってここがちゃんと支えられてるから、支える足がちゃんと踏ん張れてるから、この地面を伝える力で打っていけると思うんで、なので後ろ足を持っていくっていうよりかは、自分は前足を支えてる前足をこういう感じで力を加えると後ろ足が勝手に来るっていうのを意識して今やってます。ダンス全体的に言うのは、フォーム自体はすごいまとまっているけど、もっと真ん中から動かすようなイメージ。言ってしまえばまとまってるけど、逆に言うとこじんまりするってことだ。もっとダイナミックに動かしてもいいと思うし、なんかもう小手先だけで走らんで、一番力発揮されるのってこのさっきの言ったお尻とかなのに、すごい小手先だけでちょこ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 って走ってる。ここら辺全体に。これは感覚のものなんだけど、足がもうここら辺から入ってるようなイメージ、胸から足が入ってるようなイメージで動かすように、あと
女性陣はもう全体的にいいんですけど、上体をすごい突っ込む人が多い。こう突っ込んで、こういう足はもうペロンペロンと流れるし、突っ込むと要は懐に余裕空間がなくて足が前に出てこないんですよ。足を前でさばきたいのに足が前でさばけないという状態になってしまうんで、上体を突っ込むって意識よりはちょっと出した足が乗るぐらいのイメージです。でもどうせ皆さんこういう風に足切ってこういうこういうこういう、いい動きっていうのは1、2、1、2、1、2っていう2回で進むんですけど、足が流れるってことは1、2、3、1、2、3、1個動作が多いので足が流れるっていうのよくない。自分的には全体もう見た感じちゃんとフォームが出てるので、あとはその方の崩さずにちゃんと指導してもらうことをちゃんと、まあ、聞いて体の表現していけたらいいかなって思いますので福チャンネル。はい、今日はアスリート工房のかけっこ教室、陸上教室ということで、津田響選手と清野原陽希選手、そして、木村純選手来てくれて、指導してくれました。今年の目標、抱負とかね、あとは、全国の陸上ファンが見てると思いますので、メッセージを頂戴したいなと思います。昨年に引退したんですけど、こういった形で福田さんに陸上にまた携わらせてもらってすごい感謝しております。まあ、僕はもう競技者としてはもう走ることはないんですけど、やっぱり陸上でもう経験してきたこととか、いろんな技術だったりとかをいろんな人に伝えたいなと思ってますし、小さい子供たち、まあ、大人もマスターズも含めてなんですけど、そういうような考えがあるので、今後とも何かご縁がありましたら、また沖縄陸上界、またもしくはもっと大きいところで頑張っていきたいなと思っておりますので、今後とも何かもし競技場とかで会うことがありましたら、またよろしくお願いします。はい、今日はこの教室に参加させていただいてまありがとうございました。自分の私の選手としての目標はやっぱりオリンピックに出場することで、出場するだけではなくしっかり出るからにはちゃんと入賞またはメダルという大きな目標に目指して頑張っていきたいと思います。今日はお二人に陸上教室ということで来ていただけました。で、まあ、こういう身近に沖縄出身でこういう、まあ、日本とか世界で活躍する選手がいるっていうのも子どもたちに知ってもらって、でそこで、まあ、今現役である、まあ、響も僕もですけど、こういう選手がしっかり結果出したときに、あの時の教室の先生がこうやって活躍してるんだっていうのをまた分かってもらえたら、またその沖縄県の陸上人気とか、また陸上選手としての価値も高まってくるのかなと思ってます。はい、小学生そして中学生マスターズと陸上教室を、まあ、忙しい中やってくれました。本当にありがとうございました。はい、またこれからも、この3名をぜひ応援よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。